少年 A 女子 100m 競走の決勝です。1レーン遠藤さん船橋宝典、2レーン山本さん阿鼻子、3レーン坂内さん千葉東、4レーン増永さん流山南、5レーン豊田さん成田、6レーン松本さん東海大防洋、7レーン川鍋さん東海大防洋、8レーン半沢さん千葉黎明。以上8名によりまして少年 A 女子 100m 競走の決勝です。お湯はもう こちらの方はご安心あれといったところで緑のマークでありますので、純粋にスタートのやり直しということであります。少年 A 女子 100m 競走出発です。先頭は流山南の増永さん、11秒台、追い風 1.2m の公認記録。ただいまの1着は4レーン増永さん流山南、速報では11秒94、追い風 1.2m なので、公認記録です。さあ正式であります、速報というかもうこれはもう正式な結果でありますので、間違いありません。風もやんでというかなんか変な言い方ですが公認の範囲内に収まってくれました。素晴らしい記録が出ました。さあやはり、インターハイでのですね入賞の、力底力が出た感じであります。素晴らしいレースとなりました。久々の千葉県内の11秒台といったところではないでしょうか。